4月23日に知の富士見原の更生保護女性会で構成される知の南須更生保護女性会の平成29年度定期総会が開催され、事後報告、決算報告などが行われました。同じ日に知の南須更生保護女性会の会員からなる防犯協会連合会防犯女性部が、騙されないで寸劇で学ぼう、特殊詐欺エトセトラをテーマに寸劇を行いました。今流行りのオレオレ詐欺だと思うんだけど、でもおばあちゃん、それってもどっちにモルゴミの中に入ってますよ。ゴミ？うん、ゴミじゃね。そうだよ。レジな書類でない。なんでも名義を貸すとお金が3倍になって減ってくるだと。今、出が回ってない。5年前で何をするから。でも、用紙をくれよ。ダメだよ、ばあちゃん、騙されちゃう。それさ、今さ流行りの若い男の人がお金を受け取りに来るって、やっぱり詐欺だよ。更生保護女性会は、女性としての立場から更生保護に協力し、犯罪や非行に陥った人たちの立ち直りの支援や地域社会の犯罪・非行の未然防止活動を行うなど、誰もが安心して心豊かに生きられる明るい社会づくりを目指して活動しています。街頭啓発活動や詐欺などの身近な事例を取り入れた防犯寸劇を公民館で行うなど、今年度も引き続き地域の安心・安全に貢献できるような活動を計画しています。